プロ延命パワーアップ計画。私はバック日本語テキスト読み上げ音声の京子です。今回は大読みちゃんに代わってご案内しますね。まずはグラボ交換です。自作 PC についていた GB のラディアン HD7870 を外してバックに取り付けてみました。取り付けにはバック用 6T 補助電源ケーブル2本が必要なのでヤフオクでポチりました。真っ黒の画面のまましばらく待っていると突然ログイン画面が現れました。グレー画面のアップルマークこそ出ませんが、本付けで使えるのは本当でした。オプション&電源は使えませんが、システム環境設定の起動ディスクで変更はできるので、とりあえずは問題ないでしょう。このマックについて、でも型番こそ 7XXX になっていますが、認識されています。次は CPU 交換です。ヤフオクでポチった CPU が届きました。G4W3670 の 3.2GHz、65W です。本当は W3680 の 3.33GHz を探していたんですが、まだまだお高いですね。6コアの CPU を認識させるには、Mac のファームウェアを 4.1 から5.1 にバージョンアップする必要があります。その方法については、下の説明欄の URL を参照ください。交換作業をする前に、Mac 本体を暖気運転しておくと、CPU グリスが適度に柔らかくなって拭き取りやすくなります。準備するものは、ロングタイプの 3mm の六角アーレン機と、グリスの拭き取りに使いやすい、キッチンペーパーと、CPU グリスと、場合によっては無水エタノールを用意します。まず、プロセッサトレイを引き出します。CPU クーラーを 3mm の六角レンチで外します。CPU グリスをきれいに拭き取り、CPU を乗せ替えます。あとは CPU グリスを塗って、CPU クーラーを取り付けて、プロセッサトレイを元に戻せば完成です。とても簡単で自作 PC と変わりません。この Mac についてで確認すると、ちゃんとプロセッサ 3.2GHz 6コアインテル G4 になってます。次は SSD と SATA 3 アダプターの取り付けです。銀色 Mac Pro に SSD を増設するとき問題になるのが、 SATA 3に対応していないこと。 SATA 2に転送速度 500MB/s への SSD をつないでも 250MB/s 程度しか出ないようです。そこで利用するのが PCIe に挿す SATA 3 アダプターカードです。今回ポチったサムソンの 750EVO と、こちらがセドナへの SATA 3 アダプターです。取り付け後、Mac を起動すると、このダイアログが表示せれるので、初期化をクリックすると、ディスクユーティリティが開くので、サムソン SSD を選択して、消去をクリック。これで SSD が使えるようになります。次に、システムレポートを開き、トリムサポートを確認。いいえ、ならトリムアネイブラーをインストールして、オンにします。再度、システムレポートを開き、トリムサポートが、はい、になっているのを確認。これで準備 OK です。起動時間は驚きの速さです。アプリもあっという間に開きます。また、経年された電源&プションの起動ディスク選択も、スリーブからの復帰も OK でした。最後にメモリーの増設です。よく行くパソコン屋に、激安の中古ECC メモリーが売っていました。でもよく見ると PC3 の後に見慣れない L の文字。調べてみると L とはサダム電圧対応メモリーのことで 1.35V 使用。通常のメモリーは 1.5V 使用。使える場合もあるし、使えない場合もあるとかで、はっきりしません。店員さんに聞いてみると OK だそうで、使えなかったら返品してください、とのこと。トリプルチャンネルにこだわりたかったので、3枚買って帰りました。取り付けたところ、何の問題もなく認識しました。でも、まだ1つメモリースロットが空いています。もう1枚差したいところですが、ここが我慢。4枚差すと、デュアルチャンネル ×2 になるため、理論上は少し遅くなるようです。2GB が3枚の 6GB から、4GB が3枚で 12GB です。
そんなこんなでメモリーの増設も終わり、 Mac Pro延命パワーアップ計画もこの辺で終了です。京子がお送りしました。またお会いしましょう。バイバイ。